オーストラリアアマゾン、興味がある、やってみようと思ってるなら、今すぐ始めた方がいいです。まあ、今すぐにオーストラリアアマゾンを始めるべき5つの理由。まず1番目。アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績はたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者は売れない仕組みになっています。 2番目。アメリカアマゾンでは販売できなくなった商品。アメリカアマゾンでは儲からなくなった商品。オーストラリアアマゾンなら販売できます。儲かります。まあ、商品相談を見ててね、えー、これ、アメリカで、ね、えー、売る気ですか両方やってる方ね、オーストラリアで売ってる、売る気ですかというのを聞くとね、やっぱりね、アメリカでも出品できませんとかね、えー、アメリカで、えー 出品しても価格差ありませんという商品が同じ商品がこうオーストラリアで売る場合は、えー、普通に出品できてしかも価格差あるから儲かるという商品がね最近目立つようになってきてますこれは大きいですよね、えー、同じ商品を探してアメリカと比較したらまあ全然儲かる商品見つかんない販売できる商品がないということになるわけなんですけど、まあ、同じ商品をオーストラリアアアマゾンで見ると これも価格差ある、これも儲かるというような形になるのでね、まあ、非常に商品探しが楽です。3番目、初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。4番目、アメリカ Amazon ではアカウント削除になるようなミスも全くおがめなしです。えー、現に同じ 間違い、ね、同じ間違いってか、やっちゃまずいことをやったアメリカでね、えー、これアメリカでもやったら、まあまずサスペンドになって、そのままサスペンド解除厳しいだろうなと思うようなことをオーストラリアでね、えー、やってしまった会社いますけど、ねえーまあ、男目なしというか、メールが届いただけ、ね、訂正したら何の問題もなしというようなことがありました。これ大きいですね。で、5番目、えー、まあ 冒頭にも言いましたけど、ボクシングデーまであと1.5ヶ月、1ヶ月半、1年で一番の稼ぎ時、チャンスをものにしましょうと。で、これね、ボクシングデーまでに、えー、十分な、ね、在庫を積み上げられるかどうか、まあ正直1ヶ月半なんでね、これは微妙です。ただ、えー、開始して早々にね、出した商品がどんどん売れていくというのはね、非常にこれ、あの、楽しくなるんで、えー、続けるモチベーションが、えー、保ちやすいと。ね。 出しても出しても全然売れないと。売れたらで値,下がりし値下げしないと売れなかったんで儲からないというのばっかりだともう正直普通にやってる普通の精神力の人だったら嫌になっちゃいますけど高く出したつもりは売れちゃったと。ね、で、まあ、これまた売れたから補充したらねまたまた売れちゃったと。ね、これ全然 今までね、えー、アメリカアマゾンやってた人なんかは、アメリカだと価格差なくなった同じ商品をオーストラリアに送ると価格差あるよというのはね、非常に楽しいです。また